阪線の乗り換えで、まもなく JR 瞬速道です。失礼いたします。
地下鉄線は乗り換えです。
Thank you.
外側病を調べます。現在 JR 京都線内、早朝発生いたしました JR 神戸線内の列車とお客様は接触事故の影響を受け、現在 JR 京都線内、だやみなりが発生しております。そのため、駅間防止のため、この電車は南水戸駅にて時間調整を行います。駅間電車防止のため、この電車は南水戸駅にて時間調整を行います。33分の発車予定です。場所まで2分間お待ちください。お連絡様には大変ご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。繰り返しご案内いたします。本日発生いたしました JR 神戸線内にて列車とお客様は接触事故の影響を受け、現在でも JR 神戸線、JR 京都線内の始発電車を悩み慣れが発生しております。そのため、この電車につきましては駅間防止、駅間停車防止のため南水田駅にて時間調整を行います。33分発車予定です。場所まであと1分少々お待ちください。次は終点新大阪、終点新大阪です。お電池は右側です。本日 JR 神戸線内にて発生いたしました列車とお客様は接触事故の影響を受け、現在でも JR 神戸線、JR 京都線内走ります電車、大幅に台を乱れて運転を行っております。そのためこの電車につきましては、南水田駅にて時間調整を行い、約3分遅れて南水田駅に発車いたしました。ご利用の皆様にはお急ぎのところ大変ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。現在は新大阪駅が一時的に満線状態となっておりますため、この電車速度を落として運転を行っております。現在新大阪駅は一時的に満線状態となっておりますため、現在速度を落として運転を行っております。ご利用のお客様にはお急ぎのところ大変ご不便、ご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。
まもなく電車運転再開いたします。こちらご案内揺れますのでご注意ください。終点新大阪です。ブレーキ中は右側2番乗り場に到着をいたします。電車は到着の際左右に揺れますので足元にご注意ください。最後にご案内いたします。 JR 京都線、新幹線、地下鉄線ご利用のお客様はお乗り換えです。 JR 京都線、大阪、三宮方面はホームが変わりまして7番、8番乗り場、京都方面は道路が変わりまして5番、6番乗り場からそれぞれ発車いたします。新幹線をご利用のお客様は1つ上の階の新幹線乗り換え改札口までお越しください。本日は JR 神戸線内にて発生いたしました列車とお客様は接触事故の影響を受け、 JR 神戸線、JR 京都線内走ります列車に大幅な遅れが発生しておりました。その影響を受けまして、この電車につきましても、南水田駅にて時間調整、並びに信号待ちを行いましたため、新大阪駅約5分から6分遅れて到着をいたします。これのお客様には、急ぎのところ、大変ご不便、ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。車内に忘れ物等、火災の整備をご注意ください。まもなく終点の新大阪です。出口側は右側です。